FC ギフ勝手に応援チャンネル、16回目、はい、16回目なんですけれども、はい、はい、15回目が、はい、幻の回だ。そうですね、ヘラヘラすんなお前ら、まあ、幻の回になりましたね。いや、非常に、よろしくない回ということで、はい、ご迷惑をおかけしまして、関係者の方々、誠に申し訳ございません。一瞬、いやでも俺は好き。なんでお前謝んねん、謝れよお前。俺は好きよ、笑ってんじゃねえよ。一瞬上がって、まあまあ協議した結果削除という形になりましたけど、個人的には僕個人は V8 エンジンのくだりはすごい好きでしたけど、俺は止めたからな。それはカメラマンがまたちょっとマイルドに編集して、僕は上げ直すってことだったんで、出来上がりを見てこっちサイドが思い描いてたもう全然違う、全然違ったっていう。ダメに決まってんだろ。何が面白いんだよ。俺だよ、俺一番じゃない、一番は他の人たちですわ。この3人の中で僕があれなんですよ。それが金子のお父さんお母さん見てると思う。本当だよ。本当だよ。どうでした試合の方は。いやー、ね、今回も負けたんですよね、はい、もう、まあ、正直ここ何戦か同じことしか言ってないから、いずれ勝つんじゃないですか。いずれ勝ちますよ。いや、それ待つしかないもん、もう。それはそうよ、いずれ勝つ、勝つ信じてやってんだから、いずれ勝つと思うよ。何そのスタンスお前。でその前回踏まえてどうなの。前回踏まえてですか、うん、まあよくなってるのか悪くなってるのかもう分からんね。それは言っちゃったら終わりよ。それはお前だからもう負の連鎖ですよ今。あ、まあまあね、断ち切れんのかどうかでしょう、うん、もう、まあね、だからまあ俺らもさ、そうだけどさ、うん、まあずっと滑っててもさ、一回なんか受けるネタ見つけるとさ、そっか調子良くなったりするからさ、うん、そう、それはあるある。うん、でも流れっていうのをね掴んで確実に、うん、そっからまたコツコツとやっていけばいいとは思うんだけど、そう、それまた大前提だから、それは大前提。プラスの面を見つけてったりとかさ、まあ、今回相原選手また決めたでしょ。決めた。でも本当いい活躍してるよね。やっぱりゴールに向かっていく脅威としてはやっぱ前から言ってるけど、うん、その縦に行く力っていうのはやっぱすごい選手だから、うんうんうん、であとやっぱ前田選手でかい。あ、本当。見ててでかい。ボールが前に行くじゃん、うん、で前田選手はやっぱねキープできるの、収められるんだよ、はい、で収めてそこから違うとこにはたけるから、横に散らしたりとかできるから、うんうんうん、それができるとできれば全然違う、広がっていくっていうこと。そうそうそう、攻撃のあれが。だから前田選手が来るじゃない、うん、でボール持つじゃない、うん、そうしたらここで、まあ、例えば10秒持ってます、うん、そしたらその10秒の間に走れるのよ、うんうん、横が、うんうん、そしたら走ってゴールに向かってる選手にパスを出せるのよ。なるほどね。それができるとできないだと、もうバリエーションが全然違う、まあ、そ自分でしかいけなかったらもうそこで1個だもんね。そう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 、ディフェンダーもそこに反応できちゃうから。そうそうそう、だから迷いが出るから。そう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 、だからもうね90分戦えるようになってきたのは、あ、もうこれすごいいいことだなと、うん、それは思う。でも精神的にもそういう、まあ技術的な面でも柱に本当に、うん、そうそう、あと怪我してる人たちが戻ってくれば、まあ、ちゃんと揃えば、うん、そう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 、なるほどね。ちゃんと FC岐阜100% の力で戦えたらもう次は勝てる。そう、もうちゃんと FC 岐阜 V8 エンジンが出来上がれば。でもよくないよ。いろんな楽しみ方あっていいんじゃないですか。サッカーだから、娯楽ですから、まあ、それはね。そう、言っちゃえば娯楽なんで、うん、まあ、別にその応援、まあ、その純粋なね、そう、喝采もあれば、そうそうそう、ブーイングとかもあったり、そう、まあ、こうやって話し合うっていうのがね、またね、よかった。そう、いろんなね応援の仕方あっていいと思うから、うん、結構そこね、やっぱツイッターでも揉めたりするからね。そう、最近多いもんね。そうだから全部正解なんだよ。まあそうだね、そう、うん、全員間違いじゃないから、うんうん、ただ前も言ったけど人間性だけ否定するようなことだけ言うのやめましょうって、うん、罵声はね、そうそう、子供が真似したら困るから。うん、そうそうそう、まあ、そういうことですね。そう、楽しみ方で、そう、うん、そういうことです。はい、はい、あ、終わり今日。終わりっぽいね。あれ、どれ終わりしとこうか。
もうさ、愛がないよあいつ。早くしろ、グヤチェンジンよ。お、よくないぞ。今回削除になったのはお前が編集ミスだからね、あれは。じゃあ俺は言って、俺まず脱がない。まず脱いちゃダメって言って、で、じゃあ分かった。じゃあモザイク、まず音声だけにしろと。音声だけにしろって言ったのは俺は V8NG ウニ。これ音声でわざと分かりやすいように言いました。で、せめて、じゃあモザイクも、強めのやつにしてくれって言ったら、全然発注取れも通らない。一番面白かった、あれが。どうしよう。今求めてしまってる俺がいたわ。はい、え？けん玉チャレンジ。けん玉チャレンジ。はい。何ですかこれは。今回はでも、罰受けない可能性あります。受けない。受けない可能性もあります。可能性が。けん玉をただやってもらって、うん、成功したら終わり、はい、成功したら終わり。成功したら終わり、うん、あ、じゃあ成功したら何もない。今度何もないです。罰なし、今日終わり。もあと5分で終わります。ああ、はい。まあ、ただ失敗したら、まあ、当然罰は受けてもらいます。ただその罰も、その自分がチャレンジしたけん玉の場所によって罰の内容が変わってきます。ああ、はい、それが一応これですね。なんすか。大ビンタ、中デコピン、小疾病、剣山、感謝の一言。どういうこと。はい、これはだからこうけん玉ありますよね、はい、まあ、大きい部分ね。そう、台、一番大きいところやってミスった場合は、あ、それが台。はい、ビンタ。ビンタ、これビンタですね、はい、一番簡単なのに失敗した。で、中、はい、それがデコピン。これデコピン、はい、で、これ小、小、はい、そこが疾病。これ疾病、はい、で、これ剣山、はい、剣山はまあチャレンジしたんで失敗しても感謝の一言を相手に述べるだけでいいです、はい、こ、じゃあ俺が剣山失敗してしたら、こいつにありがとうの何かを言わなきゃいけない。普段思ってる感謝の気持ちを言います。あ、そういうことね。はい、で、まあ、成功したらもう終わり、上がり。一発で成功したらじゃあ何もない。したらそう。なるほどね。OK。失敗したらもう何回でもやってもらう、それは。成功するまで。成功するまで、それはね。まあでも、まあできるでしょう。はい。OK。順番に？順番にやってもらいます。どっかへ、どっかへ。どっちが行く、まず。まずそこだよね。うん、最初はグッ、じゃんけん、ほい。なんなのじゃん。リズムタだの。じゃあ疾病、小、小。難しいからリスクも少ないという、ね、そういうことよね、うん、いいの、ここで一発で決めなくていいの。え、こ大の大だってこと、うん、いや、それはいい。一発で上がれるかもしれないんだよ。それはいい。自信あんだな、じゃあお前ここ止める。え、じゃあ中。割とすぐ折れるんだね。いけんのね。いや、ダメだ。いや、もうオープニングのさ、V8 エンジンがもう邪魔してさ、もう俺のここをもうさ、いやさ、あの時の画像が今走馬灯のように今トラウマだよ、もう。早くしろよ。はい、はい、デコピンです。はい、じゃあもうスッといくよ、これはもう。いった。あ、お前何やんだよ。大だろ、お前。大だろ。いや、俺剣山でいいや。あ、でもいいよ、剣山でもいいよ。お前、ありがとうって言ってもらいたいの。そのありがとうとかじゃダメよ。その感謝の一言、ありがとうだよ。ちゃんと、ね、その普段のコンビ活動とか全部含めて、何かありがとう。エピソード、エピソード。ちょっと必死だな、お前。ちょっと言えよ、目見て。殺すぞ、お前。感謝する側、される側だからもう当たり前だよ。そんな当たり前だよ。じゃあ、なんだかんだ毎回当初やってくれてありがとう。これさ、言われる側もちょっと罰なんだよ、お前よ。なんでこのおっさんが照れ合うやつ。誰が得すんだよ、お前。じゃあ、俺も剣山行こう。行くよ。あ、じゃあなんでだよ。やだよ、俺。やだよ、もう。わーお。気合入れんな、もう。お笑いやめようと思ってた時。
コンビ組んでくれてありがとう。誰の罰なんて。わーおでもケンちゃんなしで行こう。ケンちゃんなしで。じゃあ俺ショー行くわ。しっぺね。しっぺ。あ、オッケーオッケー。あ今ちょっといけそうだったよ。じゃあもうスッとスッといく。スッとスッといく。はいよーしこれお前もうその前やっちゃえよもう一回。えなんでいやいやだからもうほらパンパンとリズムでいった方がいいじゃん。その方が絶対体覚えるし。えいいよいいのいいよ、うん、いいよいいよいいよもう一回。同じとこ行って。いやいや決めろよお前それ決めろ。いやもうさ決めろよ。右手感覚ねえんだよお前。大行けや中ねなんで中なんだよ。でもこいつのデコピンさマジで痛えよマジでマジでね、やってるもん。おっほら感謝を述べたのによ。それかよ。だい、だいでいく。だい、オッケー。リズムで、もうポンポンってもういくわ。1、2、3でいった方がいい。1、2、3。あっ行こう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 。次の分もう先にやっといた。はそれ予約制みたいなのあるんだ。これで決めたらビンタできるから。お返しできるよ。だってイコール。いやお前おかしいじゃん。いやそうだよな。そうだよな。ガチでやんなくていい。触んなお前。お前ちょっと動かそうと。怖えのそんな動かないから動いてて。あ、オッケー。ちょうどじゃあ全部チャラの状態で。え、いいの？なんかこれはこれで乗っちゃった。今俺の良くないとこ出ちゃった。乗っちゃった。まあ今週はね、あの先週の改訂版とともに2本立てで楽しんでもらえれば。次節行きましょう。はい、じゃあ次節はですね、はい、2019年6月1日土曜日15時から。三協フロンティア柏スタジアムにおいて FC 岐阜対柏レイソルの試合となっております。あ、柏レイソルって俺名前知ってるけど強いんけ。あ、強い。 J1 にいたチームが落ちてきて、ね、ここ J1 で優勝してる経験あるチームだから、うん、相当強い。強敵。あと今気づいたけどビンタの向きこっちじゃない。何ビンタの向き。俺右利きだからさ。じゃあ、しょうがない、うん、でもそうだからそれってお笑い上は。俺顔こっち向けないから。お笑いはこうだから。こうだけど。そうだよね。こうだけど。なんでお前打撃のさ攻撃力取ったので何だっけ。え、もう終わった。いやもう終わってる。終わってる。締めてないだけ。また次もはいはい頑張って応援しましょう。はい、以上 FC 岐阜勝手に応援チャンネルでした。ありがとうございました。